はじめに神は世界中の枯れ枝を燃やし、残った灰の中へご自身の血を流された。すると灰の塊は最初の人間となったが、100日後には嵐で吹き崩れてしまった。そこで今度は世界中の獣の肉を集めて、ご自身の骨を一本抜き取り埋め込んだ。それが2番目の人間となったが、太陽の熱でやがて腐り始め、染み込んだ土は毒に変わった。神は毒の土を焼き払い、そこに新しい種をまいた。そしてその種の肥料として、ご自身の心臓を地球の中心に置いた。この種が我々なのだ。いるんでしょ。ああ。あなたの名前教えて。私はメルよ。私ユリ。メル、メルよ。メル、メル。うるさい。静かにしろ。おいらロコって言うんだ。お姉ちゃんの目が覚めたら教会に連れてきなさいって言われてるんだ。そう。私たちが選ばれた民であることを知ってください。新世界再建の使命があることを忘れてはなりません。この町に真の平和と幸福が訪れることを神にお願いするのです。おお、お目覚めになられましたな。神様の使い？私がですか？その通りです。神は終末の前に警告を伝えるための使者を出される。それがあなたなのです。この部屋に倒れておられたのが何よりの証拠。さあ話してください。神は何と言っておられたのですか？神様の言葉。そうです、あなたは聞いたはず。そしてその目で見ているはずです、神の姿を。思い出されましたか？あれが神様だとしたら、とても恐ろしい。そう、その獣こそまさしく。おお、なんと。私にはわかりません。ああ、もはや手遅れなのでしょうか。どうかこの町の悪徳を許し、我ら人類に希望の光をお与えくださるようお導きください。同志様、私と一緒にいたもう一人はどこにいるのですか？え、同じ場所に倒れていたはずなのですが。いいえ、存じませんが。そんな嘘でしょ？本当です。ロコがここに入った時、気を失っているあなた一人を発見したのですから。シティの市民の皆さん、創立記念パレードに参加される方は行動予定表の登録を行ってください。当日の市内は特別治安体制となり、
外出時には身分証明書のほかに登録カードの携帯が義務付けられます。一体何をしていた。記念パレードを目前にして何という失態だ。市外警備の数を倍に増やせ。怪しい奴は片っ端からぶち込め。これ以上反逆者どもをいい気にさせるんじゃないぞ。分かったな。サウスエリアからノースエリアへ移動される方は治安局員によるチェックを受けてください。市民の皆さんの理解とご協力をお願いしております。サウスエリアからノースエリアへ移動される方は治安局員によるチェックを受けてください。何をしていたんだ。貴様飛ばしてしろ。ご協力をお願いします。離せ。局長、お手数をかけまして申し訳ありません。気にするな、俺も仕事のうちだ。立てるか。メルを、メルを探してください。この町の地下都市ではぐれたんです。お願いします。おい、何を揉めてるんだ。ん、お、お前は。良きことは重なるというが、どうやら本当らしいな。まさか生き延びていたとはな。局長、奴の所持品の中にこれが。先日の爆破事件に使用された発火装置と同一の部品です。なるほど、反逆者どもの仲間だったか。お前もよくよく運のない男だな。あのまま地下に潜っていれば見つからずに済んだもの。知らない、俺は何も知らないんだ。またあなたなの、ダイアナ。今後は私が逃げるわ。お姉様が追いかけるわよ。待って、ダイアナ。私を呼んだのはなぜ、なぜここに連れてくるの。私のこと嫌い？私と遊ぶの嫌？え？違うわ。私にはとても大切な人がいるの。その人のことが心配で、考えるとたまらなくなるのよ。ねえ、起きるのよ。そうよ、あたし覚えているでしょ。まさか奴らの手先だったとはね。あんた、よくもこのあたしに恥をかかせてくれたわね。この償いはあんたの体で払ってもらう。メル、どうしたんだ。ここは、あ、怪物。いや、彫刻のようだな。とにかく医者を連れてこなくちゃ。君は。この上はどこへ続いているんだ。町の中心部に出るのか。君は地上の町に住んでいるのかい。僕は外の町から来たんだ。こ
ここよりもきっと小さい町だけどね。ここで彼女の目を治してから帰るつもりなんだ。おーい、どこ行ったんだ。これが地上の光か。なんて眩しいんだ。ダメです、何も反応しません。もうこいつは生きる屍と同じね。まあいいわ、必要な情報は手に入れたし、待ってて。寂しくないようにあんたの仲間だった女もすぐ連れてきてあげるから。地下教会が反逆者どもの根城になっているだろう。そうです、この男の連れて歩いていた女がそこにかくまわれているものと思われます。このままですと第三階層居住区は奴らの拠点となる恐れがあります。早急に手を打った方がよろしいのではないかと思います。よし、市長に報告するまでもない。私が全責任を持つ。地下教会を吸収し反逆者どもを一掃するんだ。いい匂い、この花は私の生まれた町にもたくさんあったわ。メル様、メル様は神様の国にいたんじゃないの？そうだったわね。でも本当は違うのよ。私の生まれたところは。メル様どうしたの？メル様、大変だ！メル様が！まだこれからなのに。メル様、神の声が聞こえましたか？入ってこないで！メル様、出てって、私を一人にして。まさか神がお怒りに。私は神の使いなんかじゃないのよ。もうたくさんだわ。メル様に悪魔が乗り移った。どこにいるの？なぜ迎えに来てくれないの？あなたの赤ちゃんがいるのよ。なんだ？おい、見ろよ。虫ども、貴様らはたった今からここを出て収容所へ行くことになった。我々に抵抗する者は武力による排除を行う。そんなバカな、無茶苦茶じゃねえか。ふざけるな。それともう一つ、妙な力を持った女をかくまっているはずだ。そいつを引き渡してもらおう。何だと？何のことだ？そうか、わかったぞ。お前たちは悪魔だな。メル様に取り付いた悪魔が姿を現しおった。この汚らわしき輩ども、ここは神聖なる魂の集うところ、貴様たちの来るところではない。悪霊よ、シャレ！待って！出てはいけません、メル様。お前があの男の連れだった。龍のことですね。彼を知っているなら会わせてください。彼は今どこにいるのです？よかろう、会わせてやる。奴は今
地獄にいるぞ。メル様、か神を救いたまえ。親愛なるアークドグランシティの市民の皆さん、私はこの町の市長グリムソン・ロックウェルです。我が町は今日50歳の誕生日を迎えました。この町を愛し作り上げてきた人々の努力に対し、市長として深く感謝いたします。思えば人類の歴史は荒れ果てた大地に種をまくところから始まったといいます。この町を作った偉大な先人たちも再び文明の目を深さんがため、どれほどの失敗を繰り返し苦境に立たされたことか。だが今まさに彼らの種は実り、大輪の花となって咲き誇っているではありませんか。ありがとう、ありがとう。最後に皆さん、この町のために尽くした数多くの尊い魂に感謝と敬意を込めて祈りを捧げてください。アークドグランシティに栄光あれ。生まれることはなかった。お姉様、こんな町滅んでしまえばいい。
死なせる。you